ルッテル中川翔子です in 神戸。神戸に今お仕事で来てるんですけれども、空き時間ががっつりできたってことで美味しいもんが食べたいということでですね、スタッフさんとちょっと別行動で私一人でぼっちで高級ステーキを食べに来ました。イエーイ。ということでね、予約が取れたこちらの雪月風花さんに来てみました。高級な神戸牛のコースがあるみたいなんで楽しみじゃん。やった、お腹が空いたよ。はい、じゃあ行きたいと思います。かわいいですね、なんか月のマークがあったりとかする。あ、いらっしゃいませ。すいません、中川と申しますが。お待ちしておりました。どうぞ。ありがとうございます。次の方ご案内いたします。はい、どうぞ。失礼します。お願いします。はい、失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。クリアです、はい、どうぞご案内いたします。ありがとうございます。こちらがお席でございます。わー、個室が取れてた。やったー、美味しそうな空間。壁紙クロってお肉引き立つ。あー、嬉しい、ご褒美だわ。ちょっとテンション上がりました。じゃあちょっとセッティングするわ。あー、嬉しい嬉しい、楽しみ楽しみ、うん、ちょっとすごいすごいすごい、見て見て、これ神戸ビーフ品評会の最優秀賞取ってる。すごい、絶対美味しいじゃん。とかずらり赤ワインが、やばい、昼からワイン飲んじゃダメかなさあ、じゃあセッティングを頑張るよ。楽しみ。この間福島でお仕事が終わって、その後急遽思い立ってホテル取って新幹線取って仙台に一人で行きました。で、一人で牛タンとかお寿司とか食べまくってきました。だからなんか一人旅を今年ガンガンやりたいんですよね。運転上手くなってレンタカーであちこち美味しいもの食べまくって、なんかそんな感じになりたいので、一人旅、一人ご飯をガンガン行きたいと思います。失礼いたします。いらっしゃいませ。あ、お願いします。本日のコースはですね、神戸牛のシャトーブリアン 120g のソースの方を伺っております。はい、コースの内容の方だけ説明させていただきます。前菜がですね、4品ございまして、メインがお肉でございます。その後にデザートが出まして、コーヒー紅茶という流れでございます。またドリンクメニューでございます。こちらからお選びいただくような形でございます。うわー、ワイン飲んじゃダメかな、ワイン飲んじゃダメかな。ブドウジュースください。はい、かしこまりました。ありがとうございます。失礼いたします。楽しみ。本当は昼から赤ワインかましてもよかったかな。もう一人だしいいじゃないって。失礼いたします。ブドウジュース、ブドウジュースが入る入れ物じゃねえ。すごい、キア見て、このうひー、すごいですよ、この濃さ。人生に満足してる貴婦人って感じじゃない。貴婦人だよこれ。うん、ここ痛い、ここ痛い、ここ痛くない。ここって何の期間があるんだろう。失礼いたします。本日お持ちいたしました神戸牛のシャトーブリアンですね。うわー、立派、分厚い、すごい綺麗なサシが入って、シャトーブリアン先生、すごい。一番こちらいいところですね、サシの一番入ったここのいいところ、あの焼かしてもらいます。楽しみ、はい、一部しか取れないっていう部位なんでしたっけ。あの1本に本当に普通 100g ぐらいしか入ってない、このサシの入ってます、ね、ここだけ贅沢、レア気味が嬉しい。ありがとうございます、はい。皆様にガチでアンケートなんですけど、最近私髪をボブにしたり、あの写真集のためにね、一回ロングにしたんですよ。ロングの方が水着とかにはねいいかなと思って、 YouTube のお友達の皆さん、マジでアンケート取らせてください。コメント欄に書いていただきたいんですけど、ロングとボブどっちがいいですか。私黒髪ボブにした時はまたそれも新鮮だったんですけど、いやもう老けたくはないんです。どっちがいいの、マジで助けて、マジで迷子。毎週昼帯の生放送でね、長さが変わるんですよ。皆さんのアンケート次第で決めたいと思います。かわいい。失礼します。最初のお料理でございます。なにこれ、かわいい。ホタルイカの花束サラダでございます。食べられるんですか、はい、この花束。あ、こう持って食べていいんですね。すごい、かわいい、ホタルイカが咲いてるお花と一緒に。すごい、いただきます。すごい、してる。意外にフレンチドレッシングの香りが、酸っぱいこのみずみずしさが野菜とイカのコクとまろやかさ積み込んで、すっごい美味しいんだけど、意外と一口が取れすぎてもう空洞が残ってる。うん、美味しい。
ありがとうございます。おお、続いてのお料理でございます。鴨肉とホエイ豚のパテでございます。マスタードを添えておりますので、こちらを合わせてお召し上がりください。うわー、お願いします。おしゃれです。このオイルの一筆書きっていうこれおしゃれですね。ではいただきます。本当に鴨と豚がフュージョンしてるのかな。豚がしっかりめにいるけれども、ぶわっとくるいい香りは鴨じゃないかな、このコク。粒マスタード美味しいね。あー、粒マスタード添えるとまた4倍美味しい。完全に大当たりだった。このお店めちゃめちゃいろんな都道府県行かせてもらってるんですけど、伊勢神宮に前行ったんですよ。名古屋から電車で行かなきゃいけなかったりして、旅って感じがありますよね。で、伊勢に行って、で駅からすぐ徒歩で行ける、徒歩で5分ぐらいのところにある、なんだっけな、食べログで保存してあるんだけど、ここにまた行きたいんだよね。もう体がしびれるぐらい美味しかったの。失礼いたします。わぁ、綺麗。続いてのお料理でございます。グリーンピースのポタージュでございます。グリーンピースですか。はい、ちょっとございます。はい、失礼いたします。この三重県のグリル片山ってとこ、たまたま行ったんだけど、ってぐらい、もう本当に帽子かぶってないのに脱帽だった。もうマジで美味しくて、ここ絶対また行きたいな。わぁ、グリーンピースのポタージュですって、かわいい。あ、あったかいんだ。へぇ、綺麗なグリーンですね。春色、私の着てるニットと同じ色。いただきます。おいしい。なんだこの深みは。グリーンピースのもう本当に春のフレッシュないい方向の青み、青い風がブワッときて、その後にズーンってちゃんとグリーンピース本来に一体どこに隠してたのっていう濃い旨味、味は絶妙に優しい。あ、美味しい。バゲット来ました、バゲット来ました。今年になってからパンのうまさを知る。パンって美味しいね。パリッパリです。美味しい。見て見て見て、今日一人だからカバンがこんな小さいの。いい女じゃない、これで暮らせてるからね。今日はパンパンだよ。失礼いたします。わあ、こちらの料理、サワラのフォアレとジャガイモのピューレ、ハマグリのソースとなっております。うわー、美味しそう。失礼いたします。すごい、こんな黒くてツヤツヤな綺麗なお皿に。コースすごいですね。ボリュームがちゃんと、魚かお肉か選べますじゃなくて両方入ってるのが天才。そう、両方食べたいんだよ。おいしい。じゃがいも死ぬほど好きなんだが、ものすごい役割を果たしてる。お魚が皮目が香ばしくって、ハマグリのこのふわふわしてるのがハマグリ感、香りが追いかけてくる。こうやって出したら追いかけてくる。三味一体。うわ、おいしい。うまって言っちゃいそうになるけど、おいしいですわ。そういえば今年も5月5日バスでライブ決定しました。で、2年連続コロナで中止になって潰れちゃってるから、20周年だからこそ歌があったからここまで続けられたとも思うし、一番大好きな歌うことを笑顔でやりたいですね。20周年は5月5日世の中も収まっててほしいですね。しっかりめの味が美味しい。お次のサービスいたします。失礼します。うわーい、お肉専用のかっこいいナイフが来た。すごいですね、神戸牛のためだけの装備が来ました。わ、アイスクリームかと思ったら塩か。塩です。お肉に塩していただこう。燃やした、なぜ燃やしたんですか。じゃあ焼き塩になるので、この後お付けになって。ファイガー、メラゾーマ、フィンガーフレアボムズ、火炎放射、大文字。神戸牛シャトーブリアン野釜ステーキ焼きでございます。野釜、はい、付け合わせのお野菜の横にですね、白い粉の方をかけております。神戸牛の牛脂で作りましたパウダーでございます。お野菜とお肉に大変合いますので、こちらも一緒に合わせてお召し上がりください。牛脂で、はい、また2種類の自家製のマスタードをご用意しております。右側がハーブとスパイスを使いました香りを強調したマスタードでございます。
左側が生胡椒を使いました。刺激を強調したマッサージでございます。こちらはお好みでつけて召し上げてください。焼き塩としてご利用いただけますので、少し味を変えたい場合ですね、こちらご利用ください。失礼いたします。おい、牛脂でのパウダーって何？美味しそう。うひょー、柔らかい。置いただけで地底まで届いた。この白い粉、何この謎の白い粉。大丈夫な粉ですよ。いただきます。大変だ、おいしいぞ。おいしいなんてもんじゃないぞ。このすごいですね。ありがとうございます。こんなになっちゃう方法の粉。粉雪みたいに舌にのせるだけで溶けていくよ。一回この知ってしまうとさ、もう戻れないんだけど、ストップできない。このもうこれなしじゃ生きられない体になってる。自家製マスタードを添えてみよう。でも必ずこの魔法の添えて。これは高原のペンションに現れた森の妖精がくれた思い出。おいしい。何この粉、もうこれジャンキーですよ。おいしい。このがないとどうにかなりそう。ガンギ。うわ、このやみつき。何この顔に浴びたいし。このインゲン、こんな美味しいインゲン食べたことない。すごい。いやもうこの粉が減りがすごい。ガンギ。この一生食べてたい。こっそり買えるルートとかないのかな。貝原ユーザー泣いちゃうと思う、このスナップエンドウ食べさせたら。この味チェンジいいって言ってましたね。よく焼かれたこのお塩をかけてみましょう。いきます。味に炎を感じる。ハムラだわ。なんで焼いたんだろうって思ってたんだけど、焼いた意味がわかる。炎が宿ってる感じの風味がする。おいしい。これはもうなくなっちゃったもん。これ危険な出会いでしたよ。ガンステーキ。もうなくなっちゃった。ごちそうさまでした。お皿を食べいたします。失礼いたします。失礼いたします。最後のデザートでございます。きれい。最後デザート、バランのジュレ、エルザーフラワーとイオカンのスープ、ラズベリーのアイスとココナッツのムースでございます。うわー、大好きなものしかない。バランのジュレどんな感じの、プルプル、すごい、クラフルだ。スライムみたいにいけます。イエーイ。あ、はじけた、はじけたよ。バラのこんにちは、花びらが乗った、かわいい。いただきます。優しい、いい香り。確かにバラだ。おいしい。ラズベリーがギュッと濃くて、合う。おいしい。わ、一瞬でなくなっちゃう。おいしかった。大満足なデザート。うわぁ、絶対美味しいよ、このミルクティー。失礼いたします。本日はどうもありがとうございました。こちらがお会計でございます。はい、わお、大満足でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。夢のように美味しかったです。よかったです。忘れられましたまた摂取しに行きます。あ、またぜひお待ちしております。どうもありがとうございました。いつも YouTube に拝見させて。え、本当ですか。ありがとうございます。どうも。 YouTube 載せて大丈夫ですか。大丈夫です。やってる、撮ってますけどありがとうございます。
はい、ということでお腹いっぱい、すごい幸せでした。大満足でございました。さすがの神戸、見たことない、食べたことないという感動がいっぱいありました。こんなに幸せな気持ちになれて、また頑張ろうって気持ちになれるから、もう大当たりでしたね。楽しかった、ありがとう。じゃあロングがいいかボブがいいかコメント欄に書いてください。ありがとうございました。ごちそうさまでした。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。